盛大に宴席になってしまった。カルゴさんに車体を重ねてバーンアウトできないかなと思ってブレーキバイアス78から75ぐらいまで上げてそのまま放置してたせいで何ことやるから。何をしてるんですか。それが原因でさっきも全然ブロンダーが出て止まれなかったんですけれど、これだ。ゼロ円仕様になってた。ゼロ円仕様でしたね。あーべー、ビビ無線入りましたけど大丈夫、クラッシュはしていない。1秒出してる。路面がだいぶ降りますね。どんどん速くなっていくんだよ。やべえよこれ。この時間帯、魔の時間帯だわ。やべえな、夜に向かってどんどん速くなってるよ、これ。ベイベーで速くなってくる。おぉ、プセ。どうしたんですか、エボさん。自分の限界を超えてますよ、これ。限界を超えろ。限界を超えてる。今、やばかったですね。プランツ2でなんかリアがずっと出てて死ぬかと思いました。遠赤乗っちゃって。この向こうに9秒台が。そうそうそう。この向こうにもうワンステートが。やべやべ。それはやばいな。前の方に見えるあれがエボンさんだ。それは幻覚です。俺じゃない。ドッティンガーの前の方に見える。シューボンさんの数がちょっと早かったな。そんなに離れてない。どこまでもあってしない。はい、うわ、おお、出してくる。かけろ。あー、いくか。最高速遅えなー。やってもうたな。絞り出しましたよ。いいよ、厳しい。おお。2秒。いや、10秒っす。永遠に終わんねえな、これ。帰れませんになるやつですよ。帰れません、始まったね。お、あ、しまった。今の大事故の、ね、カウンター当てた感じの音に聞こえた。来たコース入る前でアップスピンですね。やり直し。ちょっとこのまま行きます。当ててはいないんで。当てなきゃ。大丈夫大丈夫。遠慮しないで。当てはないから大丈夫。9秒。新ミタヤですから。出してきた。そう、カラタン GT3 ある。
会話してる。9秒やるんや。原さんと会話してる。話してる。重たいになるかもしれない。やめて。そんな。どうしたんですか。夢はついえました。攻めすぎてしまった。今だけだから気兼ねなく攻められるの。日本さん2スティントやり直してるんですか。いや1スティントですね。まだその思い切りやらかしちゃったんで最初からやり直してますね。でも2行くかどうかは分かんないです。うれなず、いや馴染んできた。やめて。クラッシュしちゃうからちょっと待ってください。あれまだワンスティントしてないんでしたっけ。まだワンスティントやってないんで。ああ、そうですか。暗くなっちゃうけど。ナイター利用券大丈夫ですか。と悪かしに来るのちょっとちょっとやめてください。お笑いと思います。なんか機械に100円入れると。バーコード決済できるんですか。やべえ、最先端だな。ビルは夜開放してんのかな。してなさそうだな。さすがに夜走られたらちょっと壊れちゃうし。レモンくん、なんてこと、なんてことだ。全然なんてことだと思ってないこの人の声。師匠やり直しな。レモンさん、アニちゃんに帰れません始まっちゃうじゃないですか、ね、自分がもうごはまりして。なんてこと。どんどんコンディション悪くなっていくぜ。レモンさん、こっからワンスティントやり直しなのか。そうそう、残酷な真実を突きつけるのやめろよ。どうしたんですか、いきなり刃物がこっちに突っ込みたんですけど。ふっと思って、暗くなってきたなと思って。区内がドスって飛んできて、レモンさん真横に刺さってる。あらぬ方向から来ましたね。いてーみたいな。びっくりしたよ今。鋭いですね。今までエボーさんが突っ込んで、あーちょっと、やめてくださいって。やばい、やばい、本当にやばい。すごい、すごい勢いで、なんかここにいるから、俺をよく見といて、左側にいるから。あ、なんか消えた、消えた。そんな感じですかね。すごい晴れてましたね。危なかったっすね、今。またやり直しですよ。大丈夫、ニュールは逃げないから。自分は逃げないですけど、自分は逃げたいですからね。そうすると今度ニルブルグリンクから逃げるなっていうあれがつく。ハッシュタグニルブルグリンク。今日別の配信やってもニルから逃げるなって、アイレン信号やれみたいなコメントが起きるやつ。やばい。死んだと思った。ガルピーマン、リポさんがガルピージャンプを決めて、ただそのまま美しくコースを見せた。意外とあそこいけるんですよね。慣れるとね。リポさんお先です。はーい。まだ。まだ燃料60リッターあるんですけど。あげえな、さすが。完全にもうやめた。ナイトドライブモード。
もうクルージングみたいになってますよ。まだまだ明るいじゃないですか。でもそうですね、まだ本番じゃないですよ。飛ばせ、言ってます悪い声が聞こえるここで飛ばしてまた今40リッターですけど、どんがらがっしゃになると初めからやり直しになっちゃうんで、気をつけていただいて。やってしまったっすね。内側引っかけると大変なことになりますからね。うん、怖えな今の。ああ危なかったですね。ヒーロー特性も見られ始めるとちょっと頑張っちゃうみたいなあれあるからやばいっす帰ってきたな。帰ってきた。こんなに。いや2です。あ1です。1だよね。ワンセット。あとですけど、あと30分しか時間ないと。ちょうどよかった。まさかフルタイム使うことになるとは。